こんにちは、ジャンゴです。今回は、将棋をですね、やっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。さて、相手探し中ですね。お前が先手だ。はい、見つかりました。よろしくお願いします。対局開始。さて、俺からスタートか。ま、とりあえず、どんどん前に突っ切っていこう。相手も同じような感じであればと思ったけど、まあ一旦金で守る、取って取り返して後ろバックまでは、割と何度かやったことがあるから時間を使わずに済んでるね。あ、でもここで止まる？まあ確かにね、これ突っ込めないんだよね。ほっとかれたとしても、うわっと、あ、でもポーを置くのはあるのか。まあだから一旦バックまででワンセットなんだろう、きっと。ちゃんとは分かってないけど。それはどうしようか。まあ一旦角動けるようにしとこう。で、相手も角動けるようにしたなら、まあ一回こっちに動かして守っておくか。角をね、トレードするかどうかっていうのが判断基準がよくは分からないんだけど、金動かしたから銀動かしてもまあ大丈夫。ポがさらに出てくる。これを、まあだから角一旦守るか。銀が出てきた。どうしよう。一旦塞ぐか。いや、これさ、角バックしてここから動けるようにこっち行ってみるか。そうね、まあ一応角バックしても銀のところはケイちゃんが支えているはずだからな。はい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 、これ一旦角バックして、右側にぴょこっと行ってみましょうか。まあただ相手の角に対してね、なんかトレードの構えになってないから、何らかのタイミングでね、なんか相手の角突っ込んできた時に支えられてるかはちょっと不安な気持ちもあるけど、金と銀がいるから、あん、それは、一旦こっちに行って真ん中つつきたいかなと。おっと、そっち来る。まあ取るか。で、一回追い出そうか。バックしてもらいましょう。あ、バックしない。え、取る、どうなってる。いや、でも角突っ込んでくんのか、ここまずいかな。一旦だからトビさんどっか行ってくんないかなっていうタイミングはある、タイミングではあるのかな。トビちゃんどっか行ってくれたら、まあでもね、金がいるから裏返したところで、まあ、交換になるだけなんだよね。ちょっと待って、こいつ動いちゃうと相手の角が動いちゃうから、こっち取りたいんだけど、取ったら、あ、でも待って、銀取ってここ取られたら金で取る。
7分。いやでも金で取るとだからその金を取られた時に困ってんだな。そういう話か。まあだからやっぱトビちゃんどっか行ってくれませんかって聞くしかないか。ちょっと移動してくれ、移動してくれ頼む。まあでもこのタイミングで無視して裏返ってくる可能性はなくはないよね。あ、そこ塞ぐ、移動してくれないと。はい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 。あ、でもこれさ、だから逆に銀取ったら、あーでもワンテンポ、ワンテンポ遅れるか。銀取ってここ取られて裏返られた時に、うわー、うん、でもちょっと待って、角ここに行ったらさ、次もう無視して裏返してタマちゃんの目の前に馬ができるのも嫌じゃないのかなって思うと、この銀を取って、はい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 、でもうこれで、これを無視しちゃって、これを無視してまずここに行ってタマちゃんの目の前に馬ができるか、トビさんトレードかを選んでねってやって、トビさん避けたら裏返ったやつを金で取ればいいと、そういう話だね。まあ、ただ無視して金取られてタマちゃんの前に馬ができても怖くないよって言われるとどうなってんのかはちょっと分かってないんだけど、まあでもこれは馬になっておきましょう。銀持ってっからね、これあぶ、あーでもまあトビさん動かない限りはなんともって感じか。はい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 、あー、トビちゃんがいるからね。これはそうか、あれちょっと待ってよ、だから銀でトビさんの裏、馬を取られてトビ取るはありか、そっちの方が多分いいな。これでいこう、多分馬取るでしょう。そしたら裏返さないで銀で金狙いながらトビちゃんゲットするっていう、そういう方向性で生きていこう、そういう方向性で、なんとか生きていこうと今決めた。さあ、ただ時間がな、相変わらずな。だいぶ使っちゃってんだよね。タマちゃんの目の前に馬がいるのは結構嫌だとは思うんだけど、それを、馬がいる間にね、周辺の状況を有利にしていきたいというところですね。まあトビさん剥がせたら別に、左側はね、トがちょっと金とか銀とか取ったところでもうなんか戦場はそこじゃないような気もするから、さあこれどうする？さあこれどうする？馬を取ったらトビさん取る。で今銀がいる位置に、ゲットしたトビさんを使えば、タマちゃんを刺激しながら、左側の駒を回収できるから、まあ、こっちもね、左下崩壊したとしても同じようなもんだよね。まあ、金と銀、どうかな。同じようなもんまでは言い過ぎかもしれんけど、まあまあまあ、ただうまくいってはいるんじゃないか。でこっちのタマちゃんもちょっと位置的には微妙な位置なんだけど、ただ相手今んとこ手札ないから、まあ、角ゲットした時にね狙われる可能性はあるけど、あ、逃げた。ん？避けたらこれ裏返しちゃった方がいいのか、玉で取れない、
っと待って、わかんない。裏返す、たまちゃんで取り返せない、動けない、こっち逃げるしかない。あ、行ってない、これ。裏返すでしょ、これ取れないで、たまちゃん横にしか行けないんだよ。で、たまちゃん横に行った時にトビさんがね、2段目から3段目に行ったから、もう捕まってない、これ。オッケー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 、これは勝ちだと思う。たまちゃん横しか行けないもんね。で、今裏返した銀が横に寄れば、取り返せない、移動できない、移動できない。で、自分の駒が邪魔と。オッケー、これは勝ったね。よし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 、オッケー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 、見事な将棋じゃった。やったぜ。しかし真の猛者はこんなもんではないんじゃぞ。まあそうだろうね。はい、ということで、無事勝てましたね。なんか前回の一発と、今回の一発はなんかいい感じに勝てたような気がしますね。ってことで、まあ今日の分終了と。そうね、2勝1敗勝ち越せてますね。はい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 、なるほど。芸術力、攻撃力、が、まあ、伸びてるよっていう感じですね。まあ、週末はちょっとできなかったから、8月、あ、15日の20、うん、そうね。まあ、ただね、ちょっと、もう少しペースアップしてやっていかないと、まあ、1年間でどれぐらいいけるかを見るにしてもね、ね、こっからは、対局数も必要だと思うので、もうちょっとね、対局頻度は上げていきたいかなと思います。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。